シリーズ2022ファンデリングの皆さん、お越しの大勢のファンの皆さん、リーガルデビューです。阿部俊樹選手、そしてジャニーズ・ロドリゲス選手です。そうですね、こんなにもたくさんのファンの方の前でプレーできたことはとても幸せに思います。本日は今日もありがとうございます。今日は初回、両力ホークス打線の2番から始まるという非常に難しい回でしたが、力でねじ伏せました。今日のご自身の投球を振り返ってください。体の状態もいいし、うまく、8回投げることができました。大谷選手は今年本格的にリリーフに当たって、今日で7試合連続の無失点。そして今のこの中継ぎリリーフという位置はどのように感じてますか？リリーフとして回ることができてとてもいいと思います。そして踊り選手、今日は自己最速160キロが出ましたよ。球場の皆さんにご視聴いただきました。
全員で守っていきたいと思います。パ・リーグ首位のソフトバンクを相手に勝ち越しを決めて、これで交流戦3カード連続の勝ち越しです。交流戦のあと6試合、今日で交流戦の本ゲームは終わりまして、来週から石川ゲームで6連戦です。まだまだ上も狙います。もちろん交流戦の優勝も狙います。石川ゲームファンの方にゲストにお願いします。来週から時短に行きますけど、一試合一試合しっかり頑張って名古屋にいいニュースが届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。